鷹が飛んできている。うわあ、ちょっと待てお前、それは俺の冒険重要アイテムだぞお前。何してくれてんねん。マジかよ。ヘルプと言われましても。今行くぞー。寄り道しないで今行くぞー。どうやって登るんだ。おい、どうやって登るんだよ。待てよ、どうやって登るんだよ。ああ、ヘルプって言ってきてる相棒の声が聞こえてきているが、どうすればいいんだこれは。おい、そこか。よし、待ってろ。なんじゃこりゃ、なんじゃこれは。虫は、あ、これ上にトゲがついてるな。これはダメだ。ジャンプしたらダメなやつだ。それよりこっち。あれ、ここか。あれ、あれ、光っとけん。ここからなんかあるんじゃないかなと思ったけど、これはブロックを壊さんかったらあかんやつらしい。いった、邪魔だよ、やめて、邪魔邪魔。めっちゃ叫んでる声が聞こえている。待ってろよ、今助けに行くからなーって言いたいけど、どっから登るんじゃこれは。どっから登るんじゃこれは。くそー、みんなも聞こえるだろう、あいつの助けてーって声が。おお、コインが出てきた。それだけか、でもそれだけか。わあ、おーおお、いいっすね。ああ、よかったー、やったぜ。なんかあったわこれ、崖っぷちのポニョめ。どうやって戻るんだこれ。あ、ブロックがあるわ。よし、寄り道しちゃったけどごめんな。今行くぞー。どうやって行けばいいのだ。こっちか、こっち行けるな。飛び越えて、なんじゃ俺、また倒すのがややこしそうなやつ。あれ、こいつ、え、このお尻の部分トゲないのにダメなの。そういう感じじゃない。え、どうすればいいの。じゃあ、やばい、帽子がなくなった途端どうすればいいかわからんようになってきた。すえ、何、どうすればいい。ここから飛び移れない。ツラス、ギザツラス。これ飛び移れるんかよ、見たら。いけ、登れ登れ。よし、登って登って、結構長い距離まで登れますが、あれ、じゃあどうすればいいのこの後。うわー、こういう感じだったのか。ああ、でもトイレに入るのはパワームーンであって、あいつへの入り口ではないんだ。違うよ、それじゃない。なんかないの。おー、なんかあった、なんかあった。うわー、こういう感じだったの。なるほど、なるほどだわ、これは。なるほどくんや、なるほどくんや、お前。誰だよ、なるほどくんって。よっしゃー。あー、どこ行くねん、どこ行くねん。待ってや、待ってや、せっかくいたんじゃ、待ってや、お前。待ってや。おい、せっかく来たんじゃ、あー、どこ行くねん、俺。どこ来たねん、俺。おう、どうすればいい。近づかれたらなんかすごい勢いで逃げられるんやな。待って、おいおいおい、あれ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 、あれ、何かが起こった、何かが起こった、何かが起こったぞ。あれ、何かが起こって、なんか助かった。もうなんだお前、どうしたお前。はあ、助かった、ひどい目にあったよ。気を取り直してバームを集めに行こう。おう、なんか知らんけど生きたらしい。
気持ち悪っ。でこいつは何、ここで、あーこういう感じで B ボタンを押しながらで伸びるんやな。これでちょっとどうか離れ、邪魔やなこいつ。なんか俺の進路邪魔しとんやけど。よしこれでこうの、いてーちょっとちょっと、なんかダメージ食らった、ダメージ食らった。なんあいつにぶつかったけん、あいつの伸びる頭に当たったけんか。あ、こいつ同士、こいつの状態になっとっても味方同士で当たってもダメなんじゃ。そうかな。まあ、とにかくこれでなんか遠く離れたところに移っていろんなところに行ける感じで、向こうにパワームーンがあると。はい、でここも渡って、はい、よしこれでいいんじゃ。オッケー、ジャンプできんのや。この姿の状態じゃジャンプできんのじゃ。あ、出てきた。プロペラ柱の中心で。よし。こいつのモードの時はさ、横には伸びるんやけど、縦には動けんのや。そうなんじゃ。こいつ鬱陶しいな、そうだとしたら。さっきマリオの状態、マリオに戻って、こいつを退治してから渡るぐらいの方がいいんか。おう、よっしゃー、ああ、渡っちゃった。なんか、こいつの力使うんでも渡っちゃったよ、知らんけど。はい。じゃあ、ちょっと、右前のあたりの空間もあるんで、そっち行ってみてですね。よし。一旦降りて、こいつ退治しとこう、さっき。ああ、捕まった、捕まった、捕まった。わあ、帽子くんどこ行った？ああ、おるわ。マリオの頭に。まだ新しい出てきたし。遅いし、こんな自爆兵器だったんじゃ。あ、この岩ってもしかして、こうしてこれおびき寄せて突っ込んでくる。いいって、そっちじゃない。この岩に突っ込んでほしかった。でも岩に突っ込んできたところをきれいに避けていった。いや、やばい、岩壊れろよ。あ、岩の上に乗っとってればいいんかな。こう。こう乗っとけばマリオはいける。いけたー、そういうことじゃ。やったぜ。そういうことか。で、これは、確か帽子を飛ばしたら、こう、花が開く。花が開く。花が開く。オッケー。あ、やったー、ナイスタイミング、ラッキー。一個だけか。でも一個だけか。ここにちゃんとコインもあって、コインの形じゃないよな、これよく考えたら。葉っぱやん。いつの時代の通貨やねん、葉っぱって。いつぞやの時代には葉っぱをお金として使っていた時期もあるのもですよ、みたいな。そんな裏設定があるし。あのパワームーンどうやって取るんだろうな。あのところまでどうやって行くん、なんか鳥に引っかかっていくんかな、ワシとかに捕まって。あ、これもう爆発薬。あれ、あそこまで行けるかな。綺麗に避けんかったら大ダメージ食らって死ぬんじゃん。かわせー、いった、かわせてない、やばい、かわせてない。移動スピードが速すぎて、怖い。どうやってかわすんこれ。スピードが速すぎてさ、ジャンプ力的にも飛び越えれるジャンプ力じゃないよな、これ。となると、本当にどうやって行って、間違えた、間違えた、やばい、やばい、やばい。新しい出てきて、おぉ、一旦こっち引き寄せといての、ちょっと長い距離だったらさ、ジャンプする暇もできるんじゃないかなって思って、この辺でこの一直線でこうやって、この辺で待機して、このタイミングで、うまい、これだ、やったー。あー、まだ1個残ってる。20や、なんか壁20やこれ。なんでわざわざ壁二重にしとんねん、これ。めんどくさ、一個ずつ壊さなあかんの。もうさっきのもう一回やらなあかんの。うまくやったなと思ったのに。そこだ、おーい、まあ、横のが壊れた。もうちょい、もうちょい。まだやらなあかんぞ。あいってはい、こっち来て、こっち来て。はい、こっち、こっち、ピッピッピッ。こっち、こっち、ピッピッピッんで、こっちに入れ替わって投げて、そこだ、おい、よっしゃー、来た、いい感じ、いい感じだな。で、これは光ったのがパワームーンでしょ。はい、来たー、あー、よし、岩山を進む道中で。このさ、12月9日っていう収録日はさ、バリバリバレるっていうね。
お前1ヶ月やってなかったんかって思われるわね、冒頭のやつ見られたら。でこれはこれはヒップドロップ、おお、チッカッ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 チッ、よっしゃサスケの最終ステージみたいなのやって、おいキロピは大丈夫、お前色のタイプ違うやつじゃ、湖の時と色が違うピノキオ隊長じゃお前。マリオさん、これどこでお会いするなんて。今回私たちは探検デュアクショップを開くため小島にやってきました。お客いねえよ、ぜひ中に入って見ていてください。お前がやるんじゃこの店そうかそうか、現地住民とかじゃなくて、てか現地住民がおらんもんな、これモンスターしかおらんもんな。あとすげえ気になるやつがおるんやけど、モンスターファームに出てきそうなやつがおるんやけどあいつか、あいつがさっきだいぶ離れたところにあったパームーン取るんに使うやつか。とりあえずこいつのところ。わあマリオさん、これどこでおやつ。さっきも聞いたお前らなんだよ本当に、ピノキオ隊長じゃなくてピノキオ隊員みたいなのがおる。いらっしゃいませ。じゃあもう現地のパームーンいただきます。はい、ありがとうございますピノキオ頭の上に乗っとる帽子思うないそれ上にすごい長なっとるぞお前帽子めっちゃ長いなお前思うないそれキノコへこまんか、頭キノコへこまんか。ああ、おお、結構コイン集まってきたな。メカニックの服とか結構俺コイン好きやな。奮発して買っちゃいました、メカニックの服を。帽子を後ろに、帽子のツボを後ろにするあたりかっこいいね。でこっちは、ああ、こういうなんか第二次世界大戦的な、なんかジブリンの紅の豚的なやつだ紅の豚的なフライトジャケットあー、これはちょっとメカニックの服の方が好きかな俺は。あとステッカーとかって、これはいや、まだな。よし、じゃあ右上のさ、気になる恐竜っぽいやつちょっと話しかけていこうな。これなおいず気持ち悪い、なんか思っとったより気持ち悪い感がある俺らは高いとこから滑空するため世界中あちこち回ってんだ。ここはジャンプするのにいいとこだ。時間さばくな。クーめっちゃチャンス高いなお前。じゃあお前ちょっと気になるパワームーンってやつがあるけどさ、そこまで行ってくれない。飛ぶぞ飛ぶぞ、クーテンション高いなこいつね。じゃあ飛べや。はよ飛べや、じゃあ。あー、乗り移れるタイプなんじゃモンスターだけじゃなくてちゃんと話し、できるようなアイテムを乗り移っていいんだこれ。ってことでこれでパワームーン取れるんじゃ。あれか、もう大あつらや向きにさ、そのパワームーンの方が見えるところまでおるんやなこれ。かっく、あー、ちょっと待って思った感じの飛び方でなかった。あー、やばい、届かねー、ちょっと最初カック、なんか下に降りすぎた。あー、届けー、届いたー、危ない届いたわみんな届いたわ、危ないわ。鳥人間コンテストです参加しとる人の気持ちになったもんこれロストンスローを舞う、よっしゃー。んでこれがこれ出ていって、飛ぶぞ、クーって。もうこっから飛べんようなところまで来てしまったけどな、もうごめんな。で、これが、あ、じゃあお前じゃない。で、これが、わーおー俺はパチンコかよ。結構飛んだね。客観視するな、お前。よし、あとパーム4つじゃ。なんかチップ的な。ムーンチップだったっけ、ムーンのちょっとかけら的なやつおるよなあれ。はいっす、こいつの力を使えばいけんかったなっていうところがいけるような。なるほど。ここじゃ、ここ行ってこのチップをやっぱ いつも通りで、ね、なんかすごい黒いゲージ切りてくれない真っ黒クロスケ出ておいでみたいな感じのおるんやけどここはトトロの世界ではありませんよ。
あ、こっちもなんか気になるけど、とりあえずこっち行こうか。とりあえずメドル真っ黒クロスク出ておいでって、どっか行けやけどなって感じだ。おいとしたらどっか行けって言いたいところ。出ないと目玉をほじくるぞって言うけどさ、ほじくりやすそうな目玉しとんよなこいつ。いかにもほじくりそう、ほじくりやすそうな目玉しているこれ。よし、こっちで、ほい、オッケー。じゃ次どこ行こうか。こっちやな、戻らな。あ、いや間違えた。おっとっとっと、ほい、ほい、こんでは。あ、なんかあるで、ここ行けるん、届くんこれ。届いた。おお、こんな感じで繋がっとんね。あ、ピノキオ隊長、こんなところもあんの。おい、ピノキオ隊長何おるねん。ピノキオ隊長複数にいる説みたいな感じになったのぞお前。あくびしてんじゃねえよお前。はい、ここを見つけるなんてさすがですね。私は変な鳥にここまで運ばれました。探検してたんじゃないのかよ。探検してここまで来たじゃないのお前。でも休めましたし、バームも発見です。どうぞ持っていってください。やったー、ありがとう。ひと休み、ピノキオ隊長。キノピオ隊長が。そうそう、出ようかな。飽きてきたんじゃん。ここでの暮らし飽きてきたんじゃん、お前。あと、後ろのコインは全部もらうぞ、お前。お前が集めたもんかもしれんけど、全部もらうからな、お前。まあ、ああ、上乗っかっとる仕様みたい、これ。どうやって行くんだろうって感じだったけど、今。無駄にも飛んでしまったけど。恐竜くん、一緒に死のうぜ。死んだ方が、ここに戻ってくるのが早いのだ。あ、これ普通に登れるんだったっけ、これ登れるんじゃ。そうだったわ。オッケー、よう見たら一望してここかよ。一望してここだったん。別に見渡さんでもさ、とりあえず上向いとったら見つかるわみたいな感じ。そんな感じのところやん。甘いよ、甘すぎるよ。さあ、気になっとったらそこないんやけど、この辺でこう降りたらここに到着はできるんやけど、到着した後どうすんだい。これヒップドロップでも壊せんだろう。なんか壊すやつがあるんか、なんか壊すギミック的な感じ。今ちょっと思いつかんけど、あれ、あんなところにパームあったんだよこれ。じゃあこいつの力結構フル活用すんじゃん、あれ、あれも取るにも。というわけで恐竜くん、一緒に死のうぜ。僕の夏休み2の海で溺れたら家に家すぐ時間かからずに帰ってこれるやつを思い出すわ。ちょっとした裏技、小技やな。どこだったっけ、木の上に乗っとったよな確か、パワームーンが。どっち方面だったっけ。あ、あれ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 、あそこまで入れてきまーす。ちゃんとうまくコントロールして、この上乗って、あ、ちょっとちゃう。あここから行けんな。あれ本来どうやって行くルートなのかって考えたら、登るところがないけん、やっぱり一緒に死のうぜ。あー、死んなかった、死んなかった。ここの回っとるコインさ、俺みたいに自殺してここに戻ってこようっていう人のための救済措置じゃないの。そういうつもりで毎度毎度コイン回っとんじゃないのこれ。死ぬたび。そんな気がしてきた。公式やな、多分公式なんやな、裏技として。おっしゃ、うまい、オッケー。宿り木の上、
これ本来どうやって来るところだったんだろう。これ毎度毎度あこの恐竜に乗って今回だ来れんかったのかな、これ。はあ。あとこのブロックがあるけんこれも。オーマイゴー。ごめんな。ごめんな、何度も何度も一緒に道連れにしてさ。ごめんな。俺も悪気はなかったんやけど、そうしな、このゲーム、ね、進まんのよな。ごめんな、ゲームの進行上すまんな。ごめんな。ごめんな、すまんな。すまんな、ごめんな。ごめんな、すまんな。かっくー。よっしゃー。この辺でちょっと降りて、降りて、降りて。よし。ナイス着地。オッケー。あれ？ちょっと待って。もしかして、この、ハテナブロックどこに行くためにも、滑空使わんかったらあかんかった感じ？え？それ以外になんか方法なかった感じ？いや、こっちから行けるとか、そういうじゃ、おっと、これは、こっちは、これ使わな、こいつ使わんかったらあかんな。はい。で、ここ、坂登っての、こっちやな。こっち行ってのここで降りての突撃の。これはなんだ。あ、ただのコインかい。あ、この辺行ってない。これは一旦降りてからのこっからマリオの状態。ああ、ここからでもいけるで。別にここからでもいけるじゃん。ああ、ダンジョンある。んで、パワームーンがそこにあるけん、あれを取ればとりあえずはいけるんやけど、まあ、とりあえずこっちやな。ああ、ってことはこの土管入らんかったらいけんかったかな、向こう側に。こういう感じでいく感じじゃ。バイバイバイ。ここでちょっと。真っ黒クロスケもこの状態になったんじゃん。これでなって入って、パワームーン。壁の中と外の両方ともあるんだよ、これ。これだけかい。こう乗っかって、ここのちゃんとこれも取っておいて、あう、ミスター。ちゃんとこの音楽流れるんじゃ。壁の中で死んで、この音楽流れるんじゃ。懐かしいの、ぷぷぷぷぷぷぷ流れるんじゃ。初耳。そうなんじゃ。パワームーン集まったけど目の前にパワームーンあったけんあるんやけんそれもうー届かんかったわ。なんかすごい光っとるな向こう。何やあれ光。ああ足りるけんか。パワームーンが足りるけんあれオデッセイ号が治りますよみたいな感じの自己アピールしてきとんで、俺もう治りますよみたいな感じの自己アピールしてきとんやけど、ごめんな、もうあれちょっとここの辺探索したいんじゃ。あの檻の中のやつどうやって取るんだろうな。結局わからん。それとあーなんか光ったやつある。なんかパワームーンと同時になんか蝶々。何あれ、なんかすごい気になる。ちょうど気になるけど。さっき蝶々行くか。ごめんな、ちょっと。ま、取って。後で飛ばせてあげるけんな。あー、どこ行くねん。え？何あの、ね、幻のポケモン級の逃げ足の速さ。戦闘したらすぐに逃げ出すやつみたいな感じになっとるやん。これギリギリのところで近づいて、そっから帽子投げれば届くかな。いけ！あん。そこ届かない。イェーイ！よっしゃー届いたー。ゲッチ蝶々の宝。蝶々を後ろから脅して宝を落とさせるという悪です。完全に悪です。そう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 、俺この恐竜を
標にここまでついてきたのは他でもなく、ここのを取りたかったような。ここまで素早く行きた、行けるかなこれ。ゲジゲジゲジ邪魔。あー、ミスだ。普通にミスだ。なんで俺、なんで恐竜お料理戻ってくるの早いな、お前。なんでお前、ここまで戻ってくるのお料理早いな、お前。何があったんや、お前。まあいいけど、便利やけんいいけど。あれ、これ別に恐竜使わんねんも、こっから降りればいけるんじゃね。別に恐竜使わなくてもいけたんじゃないの。俺は恐竜に無理させすぎた気がする。まあ何せよこれ。チョロボンの上通ればよかったものをわざわざこっちに来たような感じになってる。俺の悪い癖だよ。飛べ。あ、届かんかった。まあいいか。大事なことをやったので、そろそろもうここ解放します。はい。集めたものを全部使って修理だ。治ったけどなんか雑。ちょっと塗装雑。色はね、塗ってないんか。いや、最低限直したんだけど、色塗ってないんかよ。赤く塗れ、そこ。塗れてない。下地の色が見えとる。下地の鉄の色が見えとるで。色塗る暇はなかったか。まあ、早めにクッパ追いかけたらあかんもんな。わ、気になる。色塗ってない、なんか気になる。